さん、よろしくお願いします。今日なんかいろいろお写真とか撮って。ああ。大丈夫ですか。あ、いいっすよ。畑行った方がいいっすかね。あ、やった。じゃあ畑お邪魔しましょう。はーい。ネギ、鳥取でネギを、ネギを、ネギあの実際採れたて食べたいなって心。あ、今の時期だったら多分まだ甘いんじゃないですか。え、本当にそのままいけます？うん。夏だとやっぱ辛味成分が強いから。え、めっちゃ食べたいです。ありますか。試しに食べてみたら。やったー。夢の生食。くてうまいっすね、どっちも。うーん、ね、夏場に糖度、ネギの芯の果汁を糖度計で測定したときは 21.5 度とか高っ。あったんで、そう、そんなあるんですか。そう、結構高いっす、ね、これ両方とも品種的にはどっちかってこっちの種類ですかね。こっちの冬ネギの方が 21.5 度あって、多分こっちも同じぐらいあると思います、測定してみたら。で、まあ、冬だからコストですか。いや、夏に測ったとき。夏に測った時、冬はもっと甘くなってるかもしれないですね。で、そうっすね。で、でもなんかやっぱネギって生で食べると辛いでしょ、うん、あれなんかアリシンっていうニンニクとか玉ねぎに辛味成分がやっぱり先に来るんですよ。だから甘さ本当はあるんですけど、うん、感じにくいんですよ。でも後で、ね、わ、すごい太っ、めっちゃ太い。持ってもいいですか。いいっすよ。うわっ、重い。どうだろう、それ 400g あるかないかみたいな。グラムぐらいありそうですね。すごい、ちょっと待って。魔法少女くるくるくる回んない。すごい。これこのままガブって食べても全然大丈夫なぐらい、さっきのなんか細かったからいけるとかではなく、もうこの太さでも全然余るみたいな感じですか。うーん、多分細いのが甘いんじゃないですかね。まあ太いのも食べてみるとね。わかんないけど、やばい、ちょっと待って、これ、なんて食べれる食べれる。うわ、中国の人ってネギ生でかじるんですよ。ね、結構1人1本ぐらい1日。そうすると風邪ひかないんですよね。ああ、そうか。そう、このインフルエンザかかりたくないから食べる。ネギってなんかこう、なんだろう。あ、でもやっぱ逃げーな、最後。逃がないっすか。あっ、そうだっけ。うんうん、そう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 。あ、最後逃げーな。うん。この芯の部分が本当糖度が高いっす。ちょっと辛そう、辛そう顔が。なんか量食べれば食べるほど辛さがきますね。でも多分これでかなり免疫上がりますよ。あと温度が上がると思います、体温が。体が熱くなるです。ちょっと1日1ネギ。いきます。筋トロ。これ最高っすよ。先に伝えておくと、どうとっても可愛いとはならないかもしれない。すごいからね、今。あー、でも来るな、やっぱ後で。いい部分になりました。マジで来てるから。
マッケ、これ食べたいけど。何言うの。でもいい勉強になりました。食べていただいた上で。最高です。やっぱ冬もダメっすね。なんですよ、フミヤさんもそんな感じになったんで。まさにこうなる。そう、なんか一口でやめた方がいいっすよって言ったのに、何口も食ってチーンみたいな。チーン。ちょっと待ってみて。でも火通したやつはマジで美味しがってましたね。火通して食べてほしいですね、やっぱり。そう。食べ方的にはやっぱりもう純粋にもう焼いてみたいなのが。僕好きなのは、まあ、バーベキューとかしたら炭火に直接も置いて、このままで、それで一番外の皮が焦げちゃうんですよ、はい、それをそう、剥いて上から絶対美味しい。ああ絶対美味しい。うわぁ、まあ、あとは鍋も普通にうまいですね。18の件お願いしていい。大丈夫ですか。ネギ、なんかそんなネギを美味しく焼いたのも食べたいっていう願望に今満ち溢れてるんですけど、はいはいはい、どの程度の交渉をしたら、うん、お譲りいただけますか。焼くか。まあうちんち行ったらフライパンとかだったら焼けるんじゃないですかね。うわ、そうそうそう、食べたい。しかも取れたてで食べたいですね。あとさらにちょっとわがままを申し上げたいと、うん、申し上げたいんですけど、はいはい、なんかちょっとなんかちょっとまた別のところで、なんか野菜を待ってる人がいまして、野菜を待ってる、なんか料理、なんか人が集まるからなんだっけ、料理をみんなでするんですよね。そのなんかちょっとお土産ネギと今焼くのでちょっと言っていただくことは可能ですか。あ、いいっすよ、全然いいっすけど、あ、焼くんだったらそこで焼いて食べたらいいんじゃないですか。そのでもみんなで食べる、それでもなんか18日とかいうので、私としては取れたてを食べたい。今日何日でしたっけ。今日15日。まあ、だいぶ後じゃないですか。首元持って、首元っていうとここ葉っぱと首、はいはいはい、そう、首持って上に引っ張る、まあ、斜め上の方が引っ張りやすい。斜め上、あ、めっちゃ簡単。そう、え、こんなすっぽり抜けるんですね、うん、猫切ってるあるからですね、今これ切ってないと。例えばこの辺抜きます。はいはいはい、全然違う太さ。そうですね、ほら端っこの方が太いですね。全然違う、面白い。じゃあちょっと一回ちょっと写真真ん中の方ですいません、撮ってほしいけど、はじめさん、ちょっと一回動かしてみます。はじめさん、いや、脱ごうかなと。ここはそこは役者魂、そこは脱ぎます。長靴似合うな。かわいいな。嬉しい。ネギに囲まれてる。太さによって値段が変わるんですか。あ、値段違いますよ。そう、出荷先にもよるですけど、持っていただいて、はいはい、やっぱちなみになんですけど、ブログとかにはもう全然載せても大丈夫ですか。あ、いいっすよ。いや嬉しい。ツイッターも大丈夫ですか。あ、いいっすよ。あ、嬉しい、ありがとうございます。あ、いけます。携帯番号。携帯番号、販売連絡先。ネギが顔かぶっとるね。ネギが顔してる、そっちだな。あ、でもネギが映んない。どうやったらネギがうまく映るかな。ネギ真ん中。どうしよう、太すぎて映らない疑惑。あ、後ろがいいですね。はい、いけます。はい、チー。あ、めっちゃいい、ありがとうございます。よいしょ、寒くないですか。大丈夫、いただきます。あ、すいません、なんか、あ、でも、手つけるよ。私、中山のもんだけ慣れちゃう。もうちょっと標高の高いところどるけ慣れとる。うわー、最高か。綺麗なところ標高なもんです。130ぐらい。あ、落とした。失礼しました。いやっけ、神大戦ぐらい。なるほど。入りつぶしとるやないかい。うん、うまい。あ、塩味がちょっと。おいしい。バラだったらごめんなさい。大丈夫。
塩強すぎた。うん、うまい。すごい。あ、めっちゃ甘くなってる。うん。うまっ。うまっ。オリーブオイルと塩だけで。めっちゃうまいな。すごいトロトロ。真ん中の。どうですか、お店出さないですこれ。オーナーに相談ですね。時間売りでいくらかな。なんか時間売り一本何本売ってたかな。80円ぐらい。80円。うん。あの大体大きさぐらい。ああ、あのネギが。はい。買うかもしれない。多分鳥取の売りはうまい。おえ。鳥取の産地だからやっぱり。うん。こんなにとろみと。うん。80円。糖度上がるんだ。うん。これはいいですね。グラム。え、なんか、うん、なんか三食いける。ネギ米の代わりに食べるのって。あ、そう。それは聞いたら、ね、なんと。そうそう、米の代わりにネギ食べたりするんですよ。うん、名前が瀬戸聖也さんって。ほんと聖也なのに。うん、すげえ。よく言われます。確かに。面白いな。ムービー撮ってるな。え、マジめっちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。いきなり食べないですか。食べていいですか。